で IS は両面で UV で、で色域も広いと、でサイズも B2 ができると、まあ、そこが一番 の私キーポイントでしたね。出てくればもうそのまま印刷物として使いますんで、速乾性で短納期であるというのが一番の売りなのかなと。オフセット印刷がですね、やっぱりこう先申した新聞の効力の激減ということで、まあ、先がもう見えているという中で、新しい分野、紙媒体の高永からこれからもデジタルの高永ということで、そこでまあ IS29 を2台ということで、まあ、1台は当然うち の創業者から1つの機械を入れるんだから絶対バックアップがいると、1台いたらダメということで、それでも2台導入したんですけれど、我々も紙は得意なんですけれど、デジタル印刷機、シールとかですね、素材がペットの素材とかですね、いろんなのまだほんまやったことないところを、まあ、うちの常務が中心でやってもうてるんですけれど、日々勉強で、他社メーカーは水性が多いんですよね、片面でですね、で IS は両面で UV で、で色域も広いと、でサイズも B2 ができると、まあ、そこが一番 の私キーポイントでしたね。色域の広さ、それとやっぱりバリアブル、それとやっぱり厚みがいける、で紙以外の素材もいけるということで、これ日々やっていって、やっぱりよそさんの違う使い方をやらないとダメ思ってます。パッケージ関係ですね、それとシール関係、それとまあ今万有機でできない協力会社に外にちょっとお願いしてる仕事を全部中に引き上げて、ちょっと大手さん のお寿司のチェーン店のお仕事もさせてもらってるんですけれど、まあ、そこのいろんなこうメニューとか販促物とかで、そんななかなか今中でできなかった分、やっぱIS は厚みがすごくコンマ1からコンマ6まで幅がありますん で中で全部できますから、あとはレーザーで抜けますし、だから今まで外に出した分が中で内製化できるのこと、まあ、実際もやってますんで、まあ、その辺も踏まえてですね、メリットあります。やっぱり我々の業界はこの一人前のオペレーターになるにはやっぱり5年かかる、ここの職人さんは絶対だから人に教えないと技術を、そういう時代でしたから、もうそんな時代も過去の時代なんで、これからやっぱり人がなかなかこう技術系の方が来られない、特にこの業界は来られない、やっぱりデジタルということでちょっと視点を変えて、で女性もできるんですよということで、まあ、その辺もやっぱりすごくありましたね。で実際入れてみて、この1年経って今立ち上げずっとやって、仕事も動き出してから女の子が頑張ってるんですよ。本当に入って3年目のこと、今年入った子ですからね、もう1年前にやってますから。最近になって IS とHighconの方を回させていただいてて、で操作方法なんですけど、POD とあまり変わりがなくて、女性でも簡単に回せるようになってます。出てくればもうそのまま印刷物として使いますんで、速乾性で短納期であるというのが一番の売りなのかなと。あとキャンパス地とか布地、および今までうちの印刷機では絶対に擦れないと言われてた形のものが、テスト的にでも擦って商品にできれば、まあ、会社のためになるのかなと思います。デジタルで次頑張るぞというのはやっぱりこの同業他社というか、一般のお客さんですね、 B2B でも B2C でもいいんですけど、やっぱりこう周知していただいて、まあ、そういうところでまた日々勉強して、まあ、そういうモデルを作っていきたいと思ってます。これからはやっぱり隙間産業ニッチな部分にも入っていって、やっぱりデジタルの生かされるバリアブルで小ロット短納期、これをやっぱりもうどんどん確立していって、とにかく邁進して頑張りたいと思ってます。